キンプリ・高橋海斗の感動的なエピソード、事務所の先輩たちの前での大号泣と成長の奇跡。キンプリ・キング・プリンスの高橋海斗さん以下、アマが、かつての困難な時期に事務所の先輩たちの前で大号泣した経験をフジテレビ、時をかけるに出演した際に明かしました。これは、彼の感動的なエピソードであり、ファンにとっても共感を呼ぶエピソードとして知られています。 アマト、長瀬恋さん、以下、角は、キング、プリンスのメンバーとして5月に平野紫陽さん、神宮寺裕太さん、岸優太さんがグループを脱退し、二人体制でスタートを切ったばかりでした。脱退が発表されたのは昨年11月で、その時期は彼らにとって非常に厳しいものでした。脱退の方を受けて、先輩である国分太一さんから励ましの言葉をいただいたというカドのエピソードが語られました。 先輩からの支援があったことが彼らにとって心の声となったことは想像に難くありません。そして、アマは、僕は松岡さんなんですけどと、松岡正宏さん、以下、松岡との関係を明かしました。松岡さんとは、事務所のメンバーが集まった食事会に呼ばれた際、お酒が入って感情が高ぶり、かの前で大号泣してしまったエピソードです。当時の心境について、アマは、先輩たちに囲まれて、頑張れ。 頑張れ。って言われて、熱くなっちゃって、涙が出てきてしまいましてと語りました。苦笑いをしながらも、当時の自分の気持ちを率直に明かす彼の姿に、視聴者は感動を覚えたことでしょう。アマが涙を流したその瞬間について、松岡さんは、なんかいろあるんだろうなと思いながら見守っていたと言います。最初は可愛らしい反応だった松岡さんも、1時間経っても泣き続けるアマに戸惑い。 さらに3時間経っても涙が止まらない彼を見て、いい加減しろ、と嫉妬する場面があったようです。これについて松岡さんは、3時間半で、いい加減しろ。って、いつまで泣いてるんだ、帰れ、バカ野郎。って、というモアを交えて説明し、当時のエピソードを振り返りました。松岡さんの優しさと厳しさが入り混じった対応は、彼の先輩としての愛情と気遣いに満ちていたことが伺えます。 このエピソードは、アマがどれだけ熱心に自分の活動に取り組んでいるか、事務所の先輩たちへの尊敬と感謝の気持ちを表すものとして、多くのファンに感動を与えました。それだけでなく、彼の人間性や成長の軌跡を知るきっかけにもなりました。アマは番組内で、マジで泣き上も出と苦笑いしながらも、当時の自分を振り返り、その説は申し訳ありませんでした。 ずっと言いたくてと素直な謝罪の気持ちを表しました。この姿勢も彼の人間性を垣間見ることができるでしょう。脱退したメンバーたちとの別れと、新体制でのスタートに向けて、アマとカドは新たな決意と覚悟を胸に、精力的に活動しています。これからも彼らが成長し、より一層多くの人々に感動を与えていくことを期待しています。まとめると、アマの感動的なエピソードは、 事務所の先輩たちの前での大号泣という苦しい経験から彼がどれだけ熱心に自分の夢に向かって進んでいるかを示すものとしてファンにとって忘れられない思い出となりました。その成長の奇跡と先輩たちとの心温まるエピソードから今後の彼のさらなる活躍が楽しみです。